会社の方には、白の終焉、そうですね、これも2枚入ってたり、結構簡単にその日産の力を借りると X10 超えることも珍しくないので、はい、白の主演ってトークも確か2に出すと思うんですけど、はい、X10 だとなんとそこに天使がついてくる、僕22が天使になると思ってたんですけど、はい、22プラス天使が10体出てくるってことは20体出る、20体出ますオーバーキルもいいと、もう10体超えると勝ちなんですけど、最初は22じゃなくて44だと思ったんですけど、22に加えて44が出るって、もう本間もんのオーバーキルです、計60点クロック、そうすごいです、もう絶対全体除去以外か同じカード以外では返せないです、すごいカードです、すげえ本当に。さあ岡井選手の方が先手なんで、はい、いろいろ、マナクリーチャー以外でも例えば2ターン目テフェリーとか3ターン目テフェリーでも多少は融通が効きますね、はい、対する、はい、小泉選手はもう本当にマナクリーチャーガンガン連打して追いつかなきゃいけないんで、うん、テフェリーで相手のマナクリーチャーバンスするっていう展開も結構ありそうですね、ということは結構岡井選手の方が若干有利、そうですね、先手っていうのがまず有利なので、うん、先手プラスマナクリーチャーを出していければ、まあ、ただ7枚でキープしている以上2ターン目には遅くともマナクリーチャーが出るんじゃないかなと思います、はい、さあジャッジの合図で準決勝を開始します。スイスランド6位通過の岡井俊樹選手バントミッドレンジ対スイスランド7位通過のシミックランプ小泉雄馬選手の対戦になります。さあまずはタップイン、お、しかし先にマナクリーチャー出したのは小泉選手、おお、ラノワールのエルフ2体出し、今引いたのがじゃあペイツーランド、ジーンですね、ジーンを引いたのは間違いないでしょう、ここも次のターンに、そうですね、早速ミス出ちゃうかもですね、ただマナクリーチャーお互い12枚ぐらい多分入ってるんで、はい、そうなるともう3ターン目のニッサは1ターン目ラノアルさえ出れば結構な確率で、さあここですね、ゴマナが揃った瞬間に持ってますね、はい、選手はあもう向井選手来た、ニッサ出てしまいました、もう最速のニッサ3ターン目、さあ小泉選手も返して何か大きいクリーチャー出せるといいんですが、まあ、とりあえずニッサが一番いいですね、さあしかしないか、さあハイドロイド混成体こう X4 ですかね、お互いマナバンバン飲みますね、小泉選手もニッサ引いたように見えますが、だからニッサはすぐに返さないとあのクリーチャーの数が違いすぎるんで、はい、2ターン後とかに出す姿勢もちょっと追いつけないんですよね、もうとクリーチャーに土地がクリーチャーに複数体になっている状態ですぐ死んでしまうんで、ただここで小泉選手44サイズなので、そうですね、ハイドロイド混成体も岡井選手は対処しなければいけない、ただ岡井選手のデッキメロディ青青 X の相手のクリーチャーを奪う呪文が、はい、4枚入ってるんで手札に1枚はあるように見えましたけどね、さあミドミドを加えながら、そしてアンタップしてここですごいマナを注いでいる、1,2,3,4,5,6,7,8,9 マナですかね、9マナで X7、 はい、3点減しながらライフが21まで、いやこれが強いですね、2歳でマナ伸ばしながらのハイドロイド混成体、ね、マナクリーチャーの数は一緒なんですけど、2歳がある分岡井選手のハイドロイドの方が圧倒的にでかい、44で安心してはいられない小泉選手、ここ何か返すところがあればいいんですが、さあまずは水光のレインジャー、ちょっと岡井選手のこのニッサの構成にはちょっと
間に合ってないような気がしますね。まあ、本当にちょっと後手は難しいんですよね。ニッサをすぐニッサで返せないとどうやってもこういうゲームになってしまうので、まあ、まずもうハイドロイドとニッサ両方対処しなきゃいけない状態で、もう盤面もやっぱニッサの力で圧倒的劣勢になってしまうので、さらなる追加のフィーチャー出していきますかね。手札まだハイドロイドありますかね、岡井選手は。ハイドロイドがハイドロイドを呼ぶ、そしてもうあんまり呼ばなくてもいいぐらいの盤面にそのうちなってしまうというそして3マナ4マナ、さあメロディーで、おーっとこれが通ると厳しいですが、しっかり壊し今キシンピカでハイドロイド守りました。ありがとうございます。僕がプレゼント担当だったらもう今コメントしてくださった方に一瞬でプレゼント届けに。それは僕は幸せな気持ちになるんで残念ながら僕はプレゼント担当ではないので、ちょっとねプレゼントをあげられないのが心苦しい限りですが、さあ今の岡井さんみたいな場に場で、森の数が限られているときは、マナを使わないときはやっぱり森以外はアンタップしておいた方がいいですね。次の段に森をアンタップした方がマナが増えるんで、基本的には森は最後の森は大事にしておいた方がマナが増えてお得です。早速お褒めの言葉がまあ自腹だったらぜひ。あ、なるほどなるほど。さあ小池選手、ここどうにか対処したいところですね。ニッサも対処しなきゃいけないし、ハイドロイドも対処しなきゃいけない。ちょっとね、数字が絶望ですよね。ここでハイドロイド4点入れたんですけど、次ニッサもう1回プラスするとまた届かないんで、ちょっと先頭で壊すのは小泉さんにはハイドロイドのクロックもあるんで厳しいですね。ちょっと確かにさあ小泉選手もニッサを持ってたんですが、ここで出しましたね。まあ、ちょっともうライフゲインというか、このニッサに殴ってもらってる間に打開策が引ければいいんですが、やっぱちょっと後手側のニッサもどうやっても生き残りづらいんで、ちょっとマナが増えた状態でターンを迎えられないのが、さあ向井選手はお、またメロディーを弾いたっぽい。まあ、盤面とんでもないように見えるんですけど、まあ、地上はあんま関係ないと思うと、実はハイドロイド2体いるだけという、地上は大体一緒ぐらいなんで、まあ、強いて言うなら岡井選手の方がニッサを多く起動している分たくさん殴れる。さあまずは77ハイドロイドニッサアタックですかね。そうですね、ニッサできれば即座に殺したいので、まあ、岡井選手としてはこのニッサが自分だけいる場っていうのをできる限り維持しておきたいので、まあ、ただ本体も、ね、残り10と一応狙いやすいライフではありますけど、2パンですぐに終わらせられそうではあるので、さあ岡井選手手札はかなり 2,3 ターン前にハイドロイドもう1枚あったように見えたんで、さらに今メロディーも弾いて、小泉選手のハイドロイドを奪うことができれば、さあ小泉選手もう手札がかなり少ないですからね、打ち消し呪文とかがもうないようであれば岡井選手の独壇場になりそうですが、
小泉選手が手札が2枚、1枚は成長の螺旋だったのでもう1枚が何か。さあメロディーで土地をパクリに、これは多分ですけどどちらかというと打ち消し呪文をキャストさせないように、あでもあれかブリーディングプールから2マナ出るんで神秘化は出されてしまいますが、さあどういった意図があるか。さあハイドロイドが本体、7点なんで土地4体でいくと、確かにこれで盤面で小泉選手は全員ブロックしないと、地上は全員ブロックしないと死んでしまう。あとラノアルのエルフもいけるのか、これでだからブロック一応盤面だけだともう足りてる算段ですかね。ハイドロイド7点とラノアルのエルフ3体が抜けて土地全部ブロックしても盤面だけだと一応死んでいる。さあ小泉選手トリックがないと盤面だけで、これ10点届いてしまう。さあしかしかなり余裕がありそうなブロックをしているのでバウンス呪文一瞬が手札にあるのか、うん、まあただバウンスしなきゃいけないのがハイドロイドとなるとちょっと一瞬でハイドロイドバウンス、さあこれで7点抜けですかね。そしてさらにクリーチャーがすっきり。さあこのターンただもう森は、もうタップアウトしているので、はい、ハイドロイド出し直すことはできないですね。さあこの1ターンで変わるか、今マナという面では小泉選手もかなり多い状態ですので、さあハイドロイドで返せるとちょっとまだわからないかな。ただハイドロイドの原因ぐらいだとちょっとニッサの、土地に押し切られそうですけどね。 1,2 さあさ残りライフが3なので、もうニッサの土地は一体も通せない。このターンちょっとハイドロイドと何かがアタックしてもちょっとニッサは壊せないんで、次のターンまあほぼ確定で4体の土地が襲ってくる、そしてそれを全て止めないといけない。あけどハイドロイドは持ってますね小泉選手。ここはとりあえず出すかっていう感じですかね、うん、さあ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 マナ全力でマナ使って10マナですかね、うん、1,2,4,5,6 今 X が6ですね。X6 でキャストですね。さあライフが6まで戻って3枚ドロー。アイドルとニッサの応酬、そして引いたのはかなり探検クリーチャーが3枚ほどですかね。ラノワールのエルフを追加します。さあ盤面は一応これでライフは大丈夫そうですけどね、うん、さあ今盤面だけで見ると小泉選手もかなり盛り返してきているんですけど、先ほどバウンスしてしまったハイドロイドがいるので、岡井選手はちょっと力を貯めるターンに費やして、まあさらにドローして選択肢を増やしていく。そうですね、お互い相手のクリーチャーを奪うカードが入っているので、さあ岡井選手のハイドロイドの返しでちょっとハイドロイドを奪われるような展開だと小泉選手がそのまま逆転できそうですが、
そうですね、盤面でももうだいぶ小泉選手巻き返してきてますからね。さあ森セット。さあしかし岡井選手のハイドロイドの X はこちらも相当大きい、凄まじい数、4マナ、6マナ、7マナ、8マナ、9マナ、10マナ、10マナ、X8。 さあ X8 で4枚ドロー。いやもうハイドロイドの出し合いですね。さあちょっとニッサがあればやっぱり前より地獄絵図鑑半端じゃないですよねX がでかい、派手ですね前はなんか3とか5とかでしたけど、もう今8ですからね。さあただこの本当にハイドロイド、この1匹がどいてしまうと、はい、まあ、ニッサ落とされてしまう。お、ニッサは落としましたね。おお、ここで集団意識がめくれて、これをそのままトップに。ただ岡井選手も絶妙なことにここでシャライを引いてるんですよね、はい、あ、ということはシャライがあればシャライ以外のクリチャーとプレーンゾーカーパクられなくなるんで、うん、シャライさえ通ってしまえば先ほどの集団意識はあまり、まあ、シャライ取るだけでも十分っちゃ十分ですが、ちょっと本来の効果ほどではない。なんか盤面がいろんなもので埋め尽くされていますがまあ、やっぱり例によって地上は関係ないと思うとそんなに、はい、うん、肝は飛行クリーチャーとニッサ。そうですね、またニッサもここまで来るとどちらもしばらく落とせないと思うので、はい、さあ岡井選手もちょっと集団意識が見えているので、さあ、おお、白の終焉もある。まずはでもシャライを出すんですか。いや、ちょっと終焉が X10 で打てるんだったらもう集団意識無視して勝つそうなんで、それもあり得ると思いますが、1、2、3、このマナだとテフェリーから入りそうですが、さあまずはテフェリー。さあハイドロイドが88、地上は5体しかいないので、あ、すみません、集団強制。さあとりあえずシャライを出したので、集団強制はシャライ以外は取れなくなりました、うん、ただシャライ自体この状態で取るとかなり強いんで、まあクリーチャーでかくできます。そうですね、マナはもう小泉選手もかなりの量あるので、岡井選手としてはこれで一旦使わせて、次のターン大量のマナから白の終焉をキャストして押し切るプランですかね。おそらくは白、まあ、X10 で打てそうですよね、まあ、余裕ですまあ小池選手も打ちたかったと思うんですけども、シャライ西下対象が取れない。シャライ最近モダンでも普通に使われてるんですけど、めちゃくちゃ強いですね。シャライとあの新しいルーンの母みたいなクリーチャーが並ぶと、 あれも地獄やつですどうやっても殺せない完璧な布陣が、そうですね、あの組み合わせかなり強いなと思いました。おかしいし、このままシャライが奪われなければということはないか、さすがにここで集団強制ですね。シャライを取ります。でスタックで補給しますかね。シャライ、岡井選手も一応神秘化が少しだけ入ってるんですね。あとはここでスタックでパンプすることも可能なので、はい、さあパンプした場合にどうなるか。意外とでも
今右に並べている5匹をタップするとシャライの能力でプラス1カウンターを全員に置くことができます。でこのニッサ同士が睨み合ってるんで3-3を4-4にしておくことにはすごく価値がありますが、ここはブロッカーを立てたっていう感じですか。特にそういう感じだな。そうですね、ライフ的にもハイドロイドがどういったときに銃の、まあそうですね、確かに全部寝かすとちょっともしかすると押し切られる可能性はありましたが、さらに2マナ。小泉選手もターンの推移的には多分もうほとんど有効配なさそうですけどね、さっき言った探検で集団意識が見、集団、強制が見えて今のターンだったんで。さあ岡井選手プラス、あなるほど、岡井選手あれですね、テフェリーをさっき出したのはもう完璧な状態で白の終焉が打ちたかったんですね、はい、相手にカウンター陣も持たれてた場合でも確実に通せるように一旦挟んだんですね、はいはいはい、さっきも多分 X10 以上で打つことができたんですけど、はい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 、この一旦によってテフェリーが残った状態でターンが返ってきたのでこのターンの白の終焉は絶対に邪魔されない。しかもプラス能力でインスタントタイミングで、確かにエンド前に襲ってくることも考えられますね。そうですね、マナ的にはニッサのおかげでもう対戦相手のターンでも余裕で X10 以上で打つことができるでしょう。さあ岡井選手はもう確実にそのプランに見えますが、今マナが1にニッサで6、7、8、9、10、11、12、13、14マナあります。14マナあるのでこのま まエンドしたとしても、さあ岡井選手もう 100% の力でもう神に誓ってもいいですか、岡井選手そんなに天使投稿持ってないだろういや X10 で10枚ですかねそんな出すことあるかっていう、このカード以外で大体打ったら勝ちですからね本当に。さあ全てのクリーチャーに今、小泉選手がシャライの能力をエンド前に起動してサイズアップを図っている状態です。こう見ると小泉さんまだまだ目がありそうですね、白終焉がなければ。そうですね絶望の一手が。さあ小泉選手としては岡井選手が純粋に息切れしてくれてることを願うばかりですが、はい、ここは、はい、大マイナス。もうライブラリーから好きな数の森を戦場に出していい。もうこれもターンが返ってくればとんでもないことになるんですが、はい、もう全部破壊不能っていうこれもなかなか突然10枚場にやってくる年がさあ小泉選手に大量の土地が並びますが、岡井選手の手には栄光の主演。さあそしてここで小泉選手がターン終了宣言したので、ここで6、はい、7、8、9、10、11、12、13、14マナ X12、 渾身の栄光の主演。さすがに耐えられない、さすがに投了思考ですからねマジでこのおまけに何か意味があるのかと思ってたんですけど、めちゃくちゃ意味があるという実はそうですね、やっぱニッサの力を借りると X10 以上も余裕で打ててしまう、はい、いやー1枚で決まってしまいました ね、このゲームも。佐藤総大戦環境明治戦準決勝第1ゲーム、長い戦いでしたが栄光の終焉が、そうですね、文字通り、はい、文字通りゲームを決めました。岡井選手がまずは1本先取です。さあようやくサイドボード入りますが、対戦者バントミッドレンジというよりはバントランプの方が近いですかね。で期待、うん、まあなんか呼ばれ方は様々ですね、様々ハレリアの記事ではバントランプとしてアップさせていただきまして、はい、まあ大体こういう形でしたが、はいはい、さあこの白をタッチする利点っていうのは、うん、まあ、やっぱりテフェリーとかシャライですかね、はい、まあ、先ほどまさに絶好のタイミングで集団強制がめくれたんですけど、シャライがいたせいで
対象が、車雷しか取ることができなかった、まあ、いなかったらもう相当ゲームが決まっていた。そうですね、日産も取られるしハイドロイドも奪われて一気にゲームが傾く瞬間でしたが、うん、さらにあとなんかサイドから入ってくるようなカードとしては、うん、一応ミラーマッチだとあのテフェリーがいるんで、はい、あのイクサランの束縛が入れづらいとかあるんですけど、うん、小泉選手のサイドに打ち壊すブロントドンとかあるんで、どうですかね、この辺はちょっと入れづらいかもしれないですね。テフェリーは万能なんでね相手のイクサランの束縛とかを戻してプレーンゾーカーまた再利用したりとか。なるほど、なるほど。さあ、ただいま、闘争対戦環境 BG 戦準決勝の模様をお送りしております。準決勝は岡井俊樹選手のバントミッドレンジ対、小泉優馬選手のシミックランプ。まずは岡井選手は栄光の終焉で見事ゲームを決めたということで、ただいまサイドボード中でございます。あと一番簡単なのは否認ですかね。先手のニッサを否認で返して後手でニッサを出し直すという動きはかなり強いんで、一番簡単なのは否認で先手後手を入れ替える、うん、ちょっとマナークリーチャーはやっぱどちらも12枚ずつ入っててなかなか相手を上回るっていうのが難しいんで後手側で、うん、なので否認が一番簡単かなと思います。まあ、サイドゴンは3ターン目に叩きつければいいってものではないっていう。そうですね、相手が打ち消し呪文を構えてそうであれば、まあ、ただそれでもやっぱりマナクリジャーが多い方が有利なんですよね。まあ、否認も枚数限られてますからね。いずれその否認プラスニッサってマナが多い方はできるようになりますし、選択肢がどん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 増えていくんで、結局のところ大事なのはやはりマナクリジャーの数にはなりますが、小泉選手は実はメインに不滅の太陽もたっぷり入っている。3枚入ってる。そうですね、このニッサと不滅の太陽一見矛盾するように見えるんですけど、はい、まあ、ニッサはもうそれだけでいいと、まあ、マナが増えてくればそれでいいとまあそれで厄介な相手のプレーンゾーカーが止まるならそれでいいっていう感じですかね。まあ、大体相手の方がやっぱ被害は大きいですからね、はい、こちらはニッサでマナが倍になりつつ、相手は大体最近のデッキっても結構十数枚プレーンゾーカー入ったりするんで、はいはい、まあ、岡井選手のデッキも8枚入ってますし、テリニスが4枚ずつ岡井選手の方に採用されています。まあ、エスパーとかだと11枚とか12枚とか入ってますしね、うん、ニッサ、ナーセット、テフェリーって入ってるんで、まだリーアンだったりウギンだったりみたいな、最近その辺はちょっと減ってきましたけどね、大体もうナーセット、テフェリーっていうフォーメーションが多いですが、結構6マナはもう重いって感じなんですかね。そうですね、6マナは大体あの戦列者の式に置き換わってます。はいはいはい、今の受金のマナクリも、あ、確かに小泉選手は入ってないかも。螺旋が入ってますね。螺旋とラノワールのエルフと、バイオドリード2002のやつですね。確かに楽園のドリードが入ってないのはかなり珍しく、あ、そうなんですね、大体02の方が抜けるかなと思うんですけど、まずラノワールのエルフと楽園のドリードが入って正常の螺旋にするか、2002にするかみたいな、うんうん、その分をなんか別のカードに変えてるんですかね。いや、螺旋ですね、正常の螺旋はい、失礼しました。マナ家族という意味では枚数は一緒ですね、12枚ちゃんと入ってるんで、さあどちらもマリガンないんですが、まあ、1ターン目のマナクリーチャーに関してはかなり枚数がお互い4枚と限られてるんで、1ターン目はどちらも登場せず、しかし2ターン目はバッチリですね、はい、小泉選手は先にマナクリーチャーを展開と。先ほどは岡井選手が2枚ラノワールのエルフを連打しましたが、そうですね、3ターン目見事にニッサを決めましたが、岡井選手もけど否認もマナクリも持ってるんで、岡井選手の方は楽園のドロイド、岡井選手重いスペルがないぐらいですかね。打ち消し4マナ3人の打ち消し否認マナクリってあるんで、はいはい、動き自体はかなりいいです。次のターンもマナクリを展開しながら否認を構えて、はいはいはい、さあここは小泉選手成長の螺旋からのブロントドン、かなりいい動き、ね、そうですね、はい、まあ、ただちょっとこの後やっぱ動き難しいですね。相手がマナを構えて返してきたときにどちらがどのように動いていくか、
ここはバイオドルイドです。そして2マナ立ててのエンド。さあ小泉選手はまあ打ち消し呪文を岡井選手が持ってると読むんであれば、このターンは、順の3に当ててもいいと思いますが、はいはいはい、ハイドロイドだけは打ち消されてもカードが引けるんで、まあ、順のしてから大きい大きいマナでハイドロイドっていうパターン。そうですね。さあこのターンいけるかどうか、日産を持ってますね。ただハイドロイドを持ってるんで、このターン相手の手札次第ですね。否認を持ってるか、もちろん否認を持ってないときは日産を出すのが一番いいんですが、さああとは小泉選手自身も打ち消し呪文を持ってるかどうかも大きいですね。打ち消し呪文を持ってないんだったらいずれ動くことにはなるんで、行きましたね。さあ日産、ここはさすがに持っていた否認カウンターされてしまいます。まあ、ただ小泉選手手札は非常に強いんで、はい、ハイドロイド、不滅の太陽、あとメロディーですかね。東海選手は日産は手札にはないですか、ね、ちょっと見えませんが、東海選手土地はかなり多かったですね、うん、さっきの時点で襟巻神秘化以外は全部土地みたいな手札だったんで、まあ、このターン先ほどの手札通りだったら順応を構えつつ打ち消しを構える、はい、ちょっと耐えのターンという感じですかね。お、ここはさらにバイオドルイド。まあこう4番立ってるので襟巻神秘化構えてる状態。そうですね、という感じですかね、うん、さあ岡井選手は明らかに何か構えているようには見えますが、さあ小泉選手は先ほどのターンと似たようなターンでして、このターン順応のために展開を我慢するか、それともガンガンいってどれかが通るのを待つか。さあそしてもう本命中の本命と言ってもいい不滅の太陽ですが、ここは持っていたエリマク神秘化によってカウンターされます。小水選手の攻め手を岡井選手もうまくさばき切っていますね。ただ岡井選手もそろそろちょっとスペルが手札になさそうに見えたんで、はい、この後がさあ続くか、このたくさんのマナを生かせる手段があると理想的なんですが、小泉選手が持っているのは旋律メロディー、はい、青々 X ですね。相手のクリーチャーを2マナ X で奪うソーサリーとハイドロイド。 あとハイドロイドですね、はい、お、ここでテフェリー悪くないですね。ブロントドン返すだけでもだいぶ死ななそうですし、マナ繰り返してもいいですし、ここはマイナスで神秘の回収しか4マナ立っているので、まあ、出しても打ち消せると。これも強いんですよね、テフェリーと神秘化は相性がいい。今ジェイスで春章バウンスしてるみたいな。そうです、ね、感じですね。カード引きながらってのがまた強い。さあこうするとこのターン小泉選手はあまり選択肢がないですね。とりあえずまあブロントドンでここはもう殴らず、まあ、もう順応もされるし、はい、で小泉選手も順応で力を貯めてハイドロイド、うん、あしかし岡井選手ここで5マナのプレインズウォーカーが見えたような。5マナのプレインズウォーカーということはこうなるとがぜん岡井選手のペースですが、まあ、もちろん相手がヒーモっていう可能性もある。いやもうテフェリーがいるんで、そうか、ないです、何にも来ないです。そうです、はい、無敵。テフェリー本当にすごいんですよ。このカードは出されると絶望する。結構相手のテフェリーの存在を忘れてできないことしちゃいそうになる。アリーナはそもそも光ってくれないんだ。なぜ光らないんだ、バグかと思ったらテフェリーがいるという。さあニッサ出ました。もちろんプラスでクリーチャー化。そうですね、襟巻きは純粋に殴り忘れたかもしれないです。確かあの時ブロッカー1匹もいなかったんで3点は損してますが、まあそこまで大きな影響はなさそうですが、し
かもここで神秘化の状態。鵜飼選手は神秘化も出せるし、はい、順応もできるし、マナーという面では2倍以上開いてそうな場面ですが、小泉選手はかなり追い詰められましたね。とりあえずハイドロイドで、まあ、カイト探しに行く。ちょっともう一旦に2アクション以上しないと絶対神秘化を超えられないんで、うん、まあ、まずはこの X が 1,2,3,4,5,6,7、 ここはカウンターしそうな気もしますが、岡井選手は手札次第ですね、まあ、X ならちょっとニッサー死ぬんで大物消した方がいいようには見えますが、ただ小泉選手のデッキにも集団強制という必殺技があるので、はい、プレンズ王冠を取れるのは本当すごいですよね。もうつぎ込んだマナ分だけの力はあるという、うん、さあこのハイドロイド X7 に対し、まずは順応、これで綺麗にマナ浮かせておいて、はい、今ちょうど7マナタップしてたんで、はい、2マナ浮かして、ミドミド浮かして、で、ドルイドから青青青を出して、はい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 、さあそろそろもう岡井選手バンバン殴りそうな、もう仮にブロントンで1匹止められてもあまり気にならないぐらいの、うん、岡井選手としては集団強制来るまでにシャライを引き込むか、もうゲームを決めるかが一番いいんで、もう殴れるだけ殴って、小泉選手の場合にはまだニッサがいないんで、集団強制もそこまで X2 とかしかないので、今のうちに、さあ岡井選手さらに土地をクリーチャーに変えてさあすれば12点ぐらい14点、うん、一番大きいところ小泉選手が止めても 3×4 プラス2で、ラノアルは今出したばっかですよね。フルパンしますかね。そうですかね、14点抜けるなら。3号が2体、アタック、アタック、ここ2体堅実ですね、詰めず、はい、ここクリーチャーの数減らさずにさあエンドしました。これだと小泉選手集団強制があると、はい、もしかするとドルイドもあるんで、うん、X が3、プレインズオーカー、プレインズオーカードルイドって取れれば形勢逆転も、さあ5マナニッサですかね、このマナは。小泉選手遅れてニッサが到着します。マナもこれで 1,2,3,4,5,6,9 マナ、うん、あ、そして神秘化引いてますね。あ、でもあれかテフェリー、はい、もうテフェリーは全てをシュンっていう。さあただドルイドを奪ってライフ自体は減ってなかったんで、うん、ただこれテフェリーで土地を返されるだけでも、ドルイドか、ドルイド返されるだけでも相当ダメージ入りそうですからね。ニッサがさらに1体追加してくれて、小泉選手の場にブロッカーが2体、岡井選手のアタッカーが 1,2,3,4,5,6,7 体、さあテフェリーでドルイドを返すか、お、神秘化、となると少しアタックは自重して神秘化を生かしながら、まあ、確かに盤面は現時点では岡井選手の方が有利なんで、はい、これで集団意識も、あ、集団強制も大丈夫になりました。わあ、さらにで追加のテフェリー到着しましたね。追加のテフェリーイコールもう一回神秘化返せるのは確定なんで、うーん、地獄ですねこれは。小泉選手としてはこのテフェリープラス神秘化を打ち破るのは
かなりしんどい。さあただ小泉選手の場にも一応タフネスが高い3、4以上のクリーチャーが、いるので、しばらくは岡井選手はぼーっとしながら、岡井選手次のターンにはニッサ奥義も起動できるんで、ちょっとこのままぼーっとしていると小泉選手が敗れてしまうことになりそうです。そうですね、岡井選手あそこ全般するかなと思ったんですけど、全般せずに、はい、もう集団強制もしっかりケアできるような展開に持ち込んで、まあ、実際こうしてみると本当に神秘化プラステフェリーってなってしまった時の絶望感、小泉選手の神秘化も腐り続けてますし、白はあるところがかなり白立ちている利点といいますか、これが如実に出ている感じがしますね。さあ排斥する魔導士は まあマナーという観点でも特に問題なそうなんで、うん、スッと戻りそうですが、お消すカウンターしに行く、うん、少し強気に見えますけど、ね、これだと集団意識が来てしまうと、もちろんそういったスペルがもう内容見だとは思うんですけど、はい、さあかなり難しい盤面のようには見えますが、まあ、ただ小泉選手はちょっともう盤面クリーチャー中途半端に殴ってもあんま意味がないんで殴れはしないですね。さあテベリがいるんで神秘化をもう渋々ブロッカーとして出すしかない。さあそして岡井選手の読み通り、もう現時点で小泉選手の手札にはあんまり強いスペルはなさそう。そしてさらにもう一回エリマキ神秘化を返して2回使える状態にしました。これされると結構盤面次第ではもうアリーナだと僕は爆発してしまいます心が折れてしまうもう持たないあと決め手だけあればって感じですもんね、岡井選手は。あ、すいません、僕また集団意識って集団強制集団意識は別のカード、集団意識はあれですね、謎のエンチャントですね契約書を強制的にさせる。さあ岡井選手ここマイナス8デッキから望む数の、森カードをタップ状態出す。先ほど小泉選手はこれ使いましたが、まあ、ちょっとね状況があの時とは違ってかなり有利な状態でこのカードを決勝しました。出てきたのは8枚のランド、まあ、ただこの状況急いで奥義する場面にも見えないんで、もう1枚ニッサがありそうに見えますが、うん、そしてこちら破壊符能を持つと、そうですね、もう土地と土地のぶつかり合いには負けなくなる。おっと、しかしここは持っていなかった。3を返しました。ね、これだとまあもう一旦待っても良さそうに見えましたけどね。どのみち岡井選手のニッサが妨害されることはなさそうでしたが。さあ、エリマキ神秘化を素出し。さあ、小泉選手も奥義にリーチはかけたんですが。岡井選手手札ハイドロイドですかね、ハイドロイドエリマキ神秘化か、じゃあフルパワーで、いや4マナを起こして神秘化の分だけマナを起こして何枚引けるのかって、あれかニッサがいないので普通のマナです。まあ、ただニッサマナが増える分よりは森をたくさん提供してくれてるのでやはり X の数は凄まじい、ちょっと数えるのが大変。
一応岡井選手土地が3体クリーチャーなんですけど、相手の場合 3,4 以上が3体いるんでノーリスクですけどリターンもないという状態ですね。さあ6 11 10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 
X12 ハイドロイド6枚ドロー。さあテフェリーがいるんで絶対に妨害もされない、はい、思う存分引いてくださいと。さあ X に間違いはないかを確認しながら6枚ドロー。ここはエリマキ神秘か。さあ追加のハイドロイド否認あたりも手札にありそうですが、もうこうなってしまうと、はい、もうちょっと圧倒的な巨大な生物が、ああさすがに小泉選手